はい、こんにちは、吉本川です。今日はですね、ようやく楽に行けるようになってきた香港、行きたい人多いかと思うので香港の航空券見てみます。香港はですね、無料航空券香港が配るとかいうので話題になりまして、まだ始まってないんですけども、これ世界に配るので日本にどのぐらい回ってくるかっていうのもわからないし、それから年一冊政治は払わなきゃいけないみたいなので本当に無料というわけでもないらしいんですが、抽選になっちゃうみたいですね。というので、そんなに期待しないで、自分で行こうというようなことでですね、それで香港の入国 COVID-19 ですね、コロナの問題なんですが、抗原検査、自分でできる抗原検査ですね、それを写真撮って持っていくと空港で見せるだけで OK になりましたので、前に比べればだいぶ楽ですね。それ以降のものありませんので、ほぼ行けるようになった感じがしますので、ようやく香港、行けるという感じですかね。ということで、この香港、東京香港をですね、見てみます。3月ですね、今日はね、3月1日です。ですので3月の航空券ちょっと見てみます。ですね、こうやって見るとね、高いね。片道のあれなんですが、3万円片道で出ちゃうと往復6万、7万いっちゃいますね。これね、アジア全体の傾向なんですが、3月非常に高いです。日本に来る、日本が桜の季節ということもあるんでしょうけれども、それから機材が間に合わないとかですね、4月から編成が変わったりとか、そういういろいろな条件があるんでしょうけれども、であとはコロナの時の赤字をなんとか解消したいというようないろいろな条件があって、3月高いですね。ちょっと見てるだけ見てみますが、その安いところで3月14日に出発して、平日ですけどね、2万9000円が出てきたので安いんですけども、この18日に帰る、これで7万いっちゃいますよね。どこが出してきてるかというと8万いっちゃいますね。グレーターベイ、香港エクスプレス。香港エクスプレスの非常に安いのがもう売り切れてる可能性あります。もう芦屋のキャセイの世界になってしまうからね。安い航空券目指すんだったら、やっぱりちょっと3月避けた方がいいような気がします。ですね。それで航空券から言うと、4月はどうだろうかというようなことを僕なら考えます。ちょっと4月にしてみますと、どうでしょう。だいぶそれでも安くなりますね。さすがに片道1万円台までは下がらないけど、2万円ジャストぐらいまで下がってきますね。半分ぐらいに下がります。やっぱり行くなら4月でしょうかね。安いとこ見てみましょうか。18日、2万円ですからね。18日に行って、平日ですけども、22の方が安いか。ここらで見てみましょうか。実際は1回目、5万円切るかな。どうかな。切ってきますね。それで、香港エクスプレスで、切ってきますね。ただこれどこが出してるかが13件もあるんで、いろいろ出てくるでしょうけど、 GoTo ゲート、マイトリップ、アゴで若干避けて、トリップ .com で56,730円、56,730円ですかね。いい時間です。朝出て、その帰りは夕方向こう出てというですね、18日22ってあるんですが、ちょっとその前にね、香港の航空会社がどういう状況になっているかというのをざっくり確認します。というのは香港ね、民主化の騒乱があって、それからコロナずっと続いたのでね、皆様縁遠くなってしまった方もいるだろうし、航空券の状況ちょっと変わってきているので、航空会社ですかね。まずね、一番安い香港エクスプレス、これはいろいろ独自にやってた時代もあったんですが、キャセイに買収されまして、キャセイの LCC と思ってもらっていいと思います。で、その次にどういうのが来るかということで、それちょっと安い順に見ていきますね。
香港エクスプレスを一回外します。そうするとですね、出てくるのが多分香港航空でしょう。2番目に安いのが香港航空です。香港航空はですね、香港の航空会社じゃないんです。中国なんですが、ベースが香港という形ですね。それで香港航空、僕よく乗りましたけど、機内食があって荷物もタダという時代がずっとあったんですが、コロナを経てですね、若干こう厳しくなってきました。まだ機内食も無料ではありません。それから荷物も安いクラスになると有料になってきているので、多分あんまり今の段階では LCC と差がないサービスというふうに思ってください。それからまあその次のグループということで、この香港航空を消すとですね、その次に出てくるのはどこが出てくるかというとですね、やっぱり出てきましたね、グレーターベイですね、グレーターベイ航空、これ香港の航空会社です。これから伸びていくような気がしますが、ここもね、見ると、僕まだ乗ったことないんですけども、見ると機内食も有料だしね、それから荷物も安いクラスになると有料になってくるので、LCC と今のところそんな差がない気がしますね。ですので、香港へ行く航空会社を安い順に言うと、香港エクスプレス、香港航空、グレーターベイ、でキャセみたいな順番、あとは乗り継ぎ便のね、いろいろ台湾経由とかですね、いろいろ出てくるんですけれども、そういう世界、LCC がしっかり飛んでないということもあるんでしょうが、まあそういうその香港航空グレーターベイがまだまだちょっと LCC のサービスとあんまり差がないということから言うとですね、まあ今の4月の香港は香港エクスプレス1本でしょうね。ここで狙って安いのを取っていくというのが今の香港だと思います。期待するのはその他の国、台湾とかですね、そこら の LCC がこう戻ってくるとだいぶ変わってくるかもしれませんが、今のところ香港エクスプレス1本という形ですね。それちょっといろいろ調べますので、ちょっと時間ください。今日はですね、3月1日のデータを見ています。はい、実際のね、航空券見てみます。3月非常に高いので、4月にします。4月の航空券、香港ですね。どういうのが出てくるかというとですね、まあ2万円ギリギリぐらいのが出てくるので、まずちょっと週末見てみましょうかね。22日あたりが安いので、22日に出発して、24、土日月曜日の戻りみたいなのでちょっと見てみましょうか。4000円ね。まあ香港比較的近いのでね、4万6000円まで下がりますね。実際どのぐらい下がるの？4万8000円か。やっぱり香港エクスプレスですね。これでいいと思います。香港エクスプレス6時35分。土曜日の6時35分ということはですね、金曜日の夜空港、羽田ですからね、行く時間4時チェックイン、ちょっと空港で仮眠ですか。帰りは20時に乗って午前1時20分、東京の人だったら羽田ですから、うまくいけば帰れるかもしれない。それがちょっとという人は、難しい人はこの17時35分、22時50分というやつでしょうかね。これが休日パターンかな。どこが出しますかね。まあ大丈夫だと思うんですけれども、一応ねトリップドットコムあたりを選んでおきましょうか。アゴダの4万8000円はちょっと怖いかなという感じがしますね。トラブルの時ね、5万7660円、冒険で4万8000円いきますかというの。でもちょっとトリップドットコムもちょっと高いからね、ちょっと悩むとこですね、ここはね。香港エクスプレス比較的ね、しっかりしてるので、結構そんなにないしね。僕は非常にここは悩むとこでしょうね。アゴダで買うか。5万円切りたいもんね。というとこですかね。さて、これでまあ、もうちょっといいのはないかなというようなところを見てみます。土曜日の、まあ、朝出るのであれなんですが、金曜日に出る
か後ろ倒しにするかというとこなんですが、まあ金曜日の夕方出る便で安いのが出てくるか、まあ当然香港エクスプレスが常に出てくる世界なんですが、21時15分、これ2個目ですね、夜中に着く。これが5万2000円。やっぱりアゴダで出てきますが、前日に前倒しした方が高くなっちゃうので、ちょっと前倒しは良くないですね。ということはですね、4月の22日に出て、まあ25、1日後ろ倒ししますか。すると、あんま変わんないですね、これ見るとね。さっきの週末パターンの方が一番良かったんじゃないかな。4万8000円アゴだね。いうことですかね。まあ、週末絡めないところを も見ておきましょうか。ちょっと戻ってですね、その前後の、例えば18、22、まあ、ごめんなさいっていう感じの、平日を目いっぱい使うみたいなね、そこでちょっと見てみると、ちょっと安くなるかな。これでも5万6000円でいっちゃいますね。香港航空を使ったパターンになってくるのか、香港エクスプレスと香港航空でパターンになってきてですね、平日5万6000円、これどこで出してるかな。trip.com 5万6210円。まあみんな平日、週末、あんま変わんないですね。今、4月の香港はね、どうもね。まあ、そこらはそれぞれの方の休みの具合で、選んでっていいんじゃないでしょうかね。まず、確認しますと、香港エクスプレスを軸にして、まあ、安いのを選んでいくというようなことになると思います。後で、東京、香港を4月の分でね、まとめてますので、このデータはですね、3月1日の情報です。参考にしてください。